作画もアクションもストーリーもキャラも文句なしのすげえ出来だったけど、見終わってすごいげっそりしてる。辛いことが、起こりすぎた。予想以上に面白くてべしゃべしゃに泣いた。結構ダークだったよな。映画出たのか。一昨日から始まったぜ。まさか一人じゃないよな、子供と一緒だよな。お一人様ですわ。PG12 だけどあれ普通に R15 くらいにした方がいいと思った。舐めてかかるとメンタル崩壊するレベルの打つ映画だった。いろんな意味で子供には見せられない。海外にも見せられない。今は4回チンパの名前すら見せ規定する時代だからな。規制したせいで余計卑猥になってないかな。マジかよ、先生が自分で創作した自身の妖怪なのに。ゴジラとガメラと鬼太郎と悪魔くんの新作が出た2023年。わかっていただろう、二の鬼太郎。人の心とかないんか？そういう感じの話なの。マジでアクションすんげーってなるし、村人の不気味な感じもすんげーってなるし、すんげー辛い。水木はさー、水木はさー、水木はさー。日曜の朝のいつものゲゲゲの鬼太郎のテンションで言ったら、かられたわ。子供も容赦なく犠牲になってくのからすぎる。ベトナム戦争、青年鬼太郎、スポーツ庁時代あたりは狂気度高いからおすすめだぞ。原作鬼太郎見るとフリーダムすぎてビビビる。10年ごとに妖怪ブーム起こしてるって考えるとすごいな、鬼太郎。60年代からだから初代見てた世代は若くても70代か。第6期見てなくてもいい？いいよ、映画内で全部完結してるから。鬼太郎が妖怪で父親が目玉の形になってることだけ知ってればいいよ。視聴でみんな褒めてたから逆に不安だったんだけど、本当に出来が良かった。毎年夏金曜ロードショーで流そう。せめて秩父でなの。見てなくても大丈夫なのか。見てみるか。墓場鬼太郎の位置はすでにあるから見ていくといいよ。アニメ版ゲゲゲの鬼太郎だと思って見に行って、原作版ゲゲゲの鬼太郎を叩きつけられたような気分。鬼太郎6期1話、墓場鬼太郎1話、令和版悪魔くん。映画の前にこれを見てから行こう。悪魔くんと鬼太郎だけじゃパンチ弱くない？総員玉砕せよもアニメにしようぜ。墓場鬼太郎っぽいの？墓場鬼太郎よりはやっぱりゲゲゲの鬼太郎だったな。ただフォーマットがゲゲゲの鬼太郎ってだけで、中身はまあ大人向けでクッソダークだった。ありがとう、結構面白そうだな。水木先生を冒涜してる感じじゃない。まだ見に行きたいかも。墓場鬼太郎って実は怖いんですよ。でテレビで話題になるくらいの時代が懐かしい。鬼太郎は最初の頃のやつは見たことないんだよな。白黒のやつとか。墓場って配信してるところある？一話厚めの東映アニメーション公式にあるけど。ダミネなら16期と墓場全部見られるぞ。U-NEXTにあったわ。墓場鬼太郎を見ていた層向け、そんなに重いのか。見てないんだけど、スレガが原作1話のミイラになるところ書かれるの？まあお察しの通り、最後の最後にはそういうことになるけど、本筋は全然別なエンタメなので見てきな。一話の親父は病気でミイラになってしまったって言われてんだぞ。親父からスレガ変身ただれて、それでも命からがら帰ってきて、嫁との水入らずできたところに相棒が来たから、嬉しくて駆け寄ったんだろうな。相棒は記憶失ってたせいで化け物としか思わなかったけど。ゲゲゲの秘密が、今からてめえのことをジョジョって呼んでやるぜくらいの軽さで舐めだった。エグサガイバリにキービズだけでその方々が一大ムーブメントを起こしてる映画。映画館のグッズで目玉じゃない親父さんと水木のぬいぐるみ完売してる。初日だぞ。そんなに新しい鉱脈発見しちゃったか。俺が見に行った劇場も女性客が圧倒的に多かった。富士吉要素どんくらい？間違えた、腐女子。男同士の友情と熱いバディモノを腐女子要素だと認定しなきゃ、全くその要素なかったよ。女性客が物販の鬼太郎グッズいっぱい買って言ってたのが意外だった。初日に行ったけど、親父と水木のぬいぐるみとアクスタが瞬殺されてた。主な感想が、難儀とお姉様方、こんなコンテンツを見たことがある気がします。妖怪ロッチ。冬に親父水木本出ちゃうのか。おそらくもう出てる。鬼太郎と猫娘のグッズはなんか違うんじゃね？と思ってしまう。パンフレットでも割と大きい扱いだったが、今回ちょい厚すぎる。まあこの映画だと早くだから仕方ないんだけど、ほんのちょっとある猫姉さんのグッズがすごい浮いてるまである。でも親父の奥さんは猫娘にだぜ。つまり猫姉さんや母親絡みってこと？実際姉さん女房みたいなポジションだからな。猫姉さん告白したら OK するぐらい鬼太郎も意識してるし。まあ映画水木100周年の総括なら、鬼太郎と猫娘がいても。どうだった？めちゃくちゃ面白かったよ。面白いと言ってもファニーではなく、インタレスティングの方だけど。性的な描写って何？エロいの？残念ながら直接的なそういう描写は一切ない。ただ嫌でもそれを想起させられるシーンがあって、下手に直接描写されるよりも生々しくて嫌悪感がすごい。前情報なしで見に行ったら、映像的にも話的にもエグすぎて笑った。マジできつくてずっと頭の中で引きずってるわ俺。親父さんの奥さんのあの変貌ぶりとか、冒頭の列車で咳込んでた女の子の末路とか、なんか子供
を詰めていかない方が良いとか性的な描写に嫌悪感があったりトラウマが蘇る体験もある人は見ない方が良いとか結構言い上げてるな。まあ正直お子さんにはかなり刺激強いシーンも多いから見せない方が良いと思う。俺が子供なら間違いなくトラウマになってた。まあ鬼太郎誕生が楽しい話なわけないわな。みんな死ぬけど、まあ鬼太郎が生まれたし問題ないだろう。妖怪はいつもの可愛げのあるデザインな分、人間サイドというか村サイドの悪辣さが増してた気がする。鬼滅映画と同じ栄林規制とは思えないくらい憂鬱。水木しげる生誕100記念なら戦争描写は外せねえよな。これ子供に見せるの。安心の PG-12 だよ。終盤耐えられなくなったキッズの泣き声が聞こえたよ。PG-12 って書いてあるだろ。R15 の方が良くない？この村が舞台も CROE くらいのゲームがやりたい。小学生映画のお子様が視聴する際、保護者の助言、指導が必要。まあ直接的な描写ないし、制服。制服なぁ。ゴジラから引き続いて戦争体験が尾を引いてる青年の物語見せられてる。当然のごとくピートランセクシャルディ。ゴジラで人間の光見せられてからこれなんですが、ツケは払わねえとな。水木は光やろがい。水木の言う通りツケを払ったわけだ。子供が死ぬのは気が滅入るさ。ちゃんとヤバいみたいだから劇場に行こうと思いました。その目で見てくれ。目玉の親父、目玉じゃない、はどのくらい話に関わるの？8割くらいかな。メインキャラ、異種族バディものだからね。水木さんとダブル主人公みたいなもんだよ親父。目玉親父がイケメンすぎて納得いかない。6期の夢世界の親父さんならともかくゲゲゲの謎の親父さんは別にイケメンじゃなくねえか。むしろ下駄父がもっと大人になったような見た目ですごく良いと思ったけどな。親父を6期準拠のイケメンにしなかったのは英断だった。墓場基準の父だったら見たかった。鬼太郎ならあれだけど親父さんの方は墓場とゲゲゲでそこまで変わりあるっけ。けどまあ映画見たら間違いなく目玉の親父ってキャラクターをより好きになれるとは思う。親父最強すぎて泣いた。鬼太郎も親父強すぎる。鬼太郎も最終的にあんなんなっちゃうのか。強さから目玉だけで生きてる。確かにド級のリトライだな。ゲゲロー強いんだけど無敵って感じじゃないのが良い。バーダックといい、俺は本編主人公ほど強くない主人公の父親キャラが頑張る話がたまらなく好きなんだ。割とパワータイプだった父さん。最後に指鉄砲使うのかと思ったら使わないままだったな。鬼太郎は幽霊族のエリートなんて描写されてる範囲でも親父より強い。髪の毛でスパイリアクションできるんだな。すごいネタバレを見てしまった気がする。親父は飲み込まれてからが強いんな。ペガスの手すりをむしり取って既存数を投げ払う親父のパワーバトルはしびれたよ。あれあった後だからボコボコにされてもそこまでダメージなさそうに見えてダメだった。腕切るところで水切ったけど、あれ助けなくてもカチカチパターンだよ。親父の焦りぶりを見るに切られたら戻らないんじゃないかな。能力封じられて切られたらヤバいと思ったんじゃないかな。封じられてなかったら呪いで全身腐ってもしばらく生きてるわけだし。腕切ると遠隔操作で皆56死にしてくる最悪。原作だと結構な頻度でバラバラになるよね鬼太郎。他の幽霊族も木に飛び込まれて死んでるから飛び込まれても別口で再生する鬼太郎が一族でも得意なんだと思う。さすがに胸骨には火力不足だったけど小物は相手なら無限にヒット稼いでくれる下駄が便利すぎる。下駄は鬼太郎が使ってもやっぱり惹かれること多いからな。魔天の様たちの髪の毛すごい。霊家どころか一族の怨念まで編み込んでるちゃんちゃんこはそりゃすげえアイテムになるわな。霊毛ちゃんちゃんこって先祖代々伝わるアイテム的な感じじゃなかったのってなった。ちゃんちゃんこがあそこまで強い理由がわかる。ちょっと包み込んで無力化できるちゃんちゃんこの無法っぷりがよくわかる。というか基本火力不足な鬼太郎ウェポンの中で突出して強いのがちゃんちゃんこか。どのアニメでもちゃんちゃんこはマジですごかった記憶。とりあえず包めば大体なんとかなる。まあちゃんちゃんこの兄貴もノリで鬼太郎ごとかまぼこになってたりするんだが、子供がいることを知った時も親父も心底嬉しそうな顔がな。我が子が生きる未来見たくなっちゃうよな。親父の泣き声が拒んない描写がさらに感慨深いものに。ゲゲロウ夫婦のイチャイチャシーンいいよね。鬼太郎母と猫姉さんが若干雰囲気似てるのいいよね。今日あったスタッフトーク付き上映会でその辺も言及されたらしい。マジか気になる。ゲゲアキラだった頃を見ると目玉の親父の言動も行動もこう、いろいろと楽しいやら悲しいやら。親父の声が変わるのはそもそも元使ってた生体丸ごと失ったんだから当然か。鬼太郎なんて何回声変わったと思ってるんだ。沢城みゆきのパートを読もうとするでベテラン。そもそもどこがよく聞と生体。親父とパパと鬼太郎の3人で暮らしてた道が見てー。時系列的に無理なんだけど水木と親父のコンビがもっと見たい。目玉の親父のこと水木が親友って言ってるから気になる。絶対目玉になった親父と水木で鬼太郎片手に何かやらかしてると思う。記憶はもうないけどな。ただ水木編やるならフラッシュバックどころか背後霊やってそう。映画の受け次第じゃ水木編やるかもな。秋風編なら今の時代だとで終わりでできないことがいっぱいあるし。
水木と目玉の親父と鬼太郎の3人家族で事件に巻き込まれていざという時、親父が時間制限付きで霊力で体を作るフォーマットでいける。もし仮に水木編やるなら毎度女出てきて4にそう。なんで水木こんなイケメンになってるんだよと思いながら見たけど、そりゃ元の顔がこの話できんわってなった。いや、そもそもの水木は男前なの。傷とかはないけど。六木鬼太郎が人間を守る理由の根源が水木なんだろうし、マジで頑張ったな。水木って原作者の理解でいい？いや、水木って名前なだけの全く別人だよ。原作者でもなんでもない。水木は水木で、死生観を戦争で破壊されたとはいえロックすぎる。水木さん多分あれ上巻56死もしてるのよね。水木が鬼太郎世界の得意点すぎる。めちゃめちゃ幽霊族のキャビトルな水木さん。血まみれで死ななくこっち向いて倒れてる水木がちょっとシュールだった。夫婦水入らずの時間だからちょっとあっち向いててね。この水木が悪魔くんで喫茶店オーナーしてる人なの？だから70年経ってもまだパンケーキ屋やってんだ。ロッキーに繋がるから、この後鬼太郎育てた上に老後まで生きてるんだよな水木。無事にジジイになるまで生き残れたんだな。ここだけは原作と違うんだね。多分水木しげるが生きてたらまあこれもいいって言いそう。水木が明確に死んだのってアニメの墓場だけじゃなかったっけ？水木はいろんな媒体に出てくるけど、大体猿空間送りになるからな。整合性というと身も蓋もないけど、水木は嫁さんにちゃんちゃんこ着せたから何も覚えてなくて、飛びたおじさんと同じことになってたってことで合ってる？整合性ないというか、それを連想させる描写でしょ。希望がポンと取れそうな幽霊族の血。売血が重要ファクターになるの？なる。幽霊妖怪族の血を輸血すると幽霊になる。で、第1話の設定を最高に最悪な使い方してきやがって。幽霊族の血液を人間に注入するとゾンビになって、そいつらから血液また絞ったのが M の原液ってこと？それのない元の原液が鬼太郎の母さんの血液なんですね。妻を返しとくれ。幽霊族の血云々って原作にもあるの？読もう、原作1話。読んだ。なるほど、これに繋がるのか。というか終盤の展開ってものすごい勢いで無理やり原作の顔に近づけたんだ。無理やりて、見覚えのある姿になる親父、見覚えのある姿になるおかん。目玉の親父ミイラだったよな。鬼太郎の母ちゃんこんな美人だったかな。終盤で見覚えのある顔になった。美人な奥さんが原作フェイスになるの辛すぎる。あんだけ明るくてハキハキしてた気風の良い奥さんの顔面あれだもんな。ハイカラな食いもんが大好きだった奥さんがカエルの麺玉食ってやがら。映画異空だと再会後促進だから何食ってたかはわからない。今回は両親ともに幽霊族の設定？ネタバレになるなら言わなくていいよ。両方幽霊族の設定だよ。血液銀行員だった水木さんがある血液を輸血された人が幽霊みたいになったって報告を受けて調査に行った先が鬼太郎の両親の家だったっていうのが一話。うちの血液銀行の血を輸血したら体が変なことになったケースがあるから調べてこいって言われて、水木が調査に乗り出すのが記念すべき第一話だよ。血液銀行をそういう名前の銀行だと思ってる人がそこそこいてダメだった。だいたい血液バンクっていうもんね。薬物ブーストかけないと終わる経済はもう終わりなんすよ。100年足らずで幽霊族あんだけ絞り取ってたんじゃ、そう長持ちしなさそうだな。予告だけ見て軽い気持ちで見に行ったら、結構なボリブローくなって帰ってきたよ。工場への調査嫌すぎる。この幽霊からこれフローフヨンの霊薬みたいなもんじゃん。で、採血飲酒村に繋げるのなんくってたらできるんだろう。飲酒村が模擬通り根絶やしにされるのカタルシスはあったわ。飲酒村に自尊した人さない犯罪集落をそのカテゴリーに当てはめていいのかな。一族とか裏起動集みたいなやられ役だけじゃなくて、血液工場の作業員モブも村人もガンガン死んでくのも、はや乾いた笑いが出る。お許しをみたいに丸くなってるおばあちゃんも普通に食い殺されるのはまあ仕方ないか、あの村だしな。なんならあの場の胸骨からしたら下手人みてえなもんだしな。その直前にあの屍化した人間いじってるからな、あのババアとも。村外の人間さらって幽霊にしたのおばあちゃんたちも共犯だろうしな。まあ、滅んで良い村だったな。石投げてきたクソガキ含めて。遺言読み上げた瞬間エキサイティングする参列者。見にくい。そりゃあれだけのことしてるのになんもないなんてね。汽車に乗ってた女の子はどうなったんですか？あの日本人形と咳してる子なんでこんなに主張激しいんだ。あの人形って投げてるよ。気づいてくれませんでしたか？何も思い出せないんだ。マジできつくてずっと頭の中で引きずってる青ね。親父さんの奥さんのあの変貌ぶりとか、ボイボイの列車で咳込んでた女の子の末路とか。ハゲてるから白髪にはならねえな、ガハハ。ボディはいくらでも作れるわい、ガハハハ。ここに連れてきた時はさぞ美人だったが、ナチの取りすぎで見るも見にくい姿になってしまったわい。なんと、こう宿しておったか。こやめでたい。親子3人仲良くわしが飼い続けてやろう。けど、子供ボディのじじいまじきねー。
ちょいちょい消えるギギーフィルター。もう妖怪みたいなもんなの、あのギギー。っていうか、メガビションとかアニメラスボス連中の妖怪でもここまで下存ではない。助けて、永遠に石ころのまま穴底で暮らせ。白鳥鉄あんな声出せるんだ。白鳥さん、悪魔くんにも出てたね。白鳥鉄出てないよなって思ってたら最後に出てきた。開演得意な白鳥鉄が効果的な使われ方してる。悪魔くんの新作にもいた白茎も死神役だったしで、なんか嬉しい。東京に出ても東京のジギーの射程範囲内というね。本当に怖いのは人間系の話だから。っていうか、下手するとこの映画に出てきた妖怪大半が癒し要素だ。胸骨以外は胸骨も気に当てられたとかでおかしくなってるだけだしな。襲ってきた奴がだって井戸の怨念に当てられてたもんね。胸骨の容器に当てられた妖怪以外はみんな優しい。カッパとか助けてくれたしな。さすがに人間の最底辺の集いを基準にされても困るっていうか、クソ村で日本に危機が迫るのふ。あんなクソみたいな穴、セメントで埋めようぜ。くたばれクソ村。絵に描いたような陰州村って思ってたけど、真相が分かったら全部あのジジイが作った段取りと仕掛けでびっくりした。大概の神のたたりとかじゃないのかよ。ネズミ男が可愛く見えるくらいクソ村すぎる。そうあってもしかしてクソ。クソなところ切り取ったらその時代もクソだぜ。社長も工場見たら引くだろうけど、まいっかって受け入れるタイプだよね。金になるから。村に関すること全く知らないし、いろいろドン引きしてた側だからまともな子だったんだけどね。ゲゲロウが斬死されそうなところから目をそらしながら、そこが水木との差だわな。まあ水木はさよさんから目をそらしたんだけどな。水木さんは親父の見た人の光ではあるけど、さよちゃんを救うにはちょっと高度が足りなかった。どうしておそらすんですか。でもジジイの胸骨あるところはさよちゃんのあの世で会心の笑みで見てたと思う。心にもない約束はするんじゃあないよ。メンセラは村の因数や何なの浮気に心壊された感があって、だいぶかわいそうだった。水木は愚かな人間枠でもあるから、めっちゃ嘘つくし裏切るもんな。ここは一つさよちゃん水木変えると、さよちゃんよく胸骨にならなかったな。もうなってたんじゃないですか。生きながらにさよさんが胸骨操って超自然人しまくって最後も青い炎になったのってなんでだっけ。取り憑かれたらなんか相性良かったってこと。もうさよちゃん自身が胸骨になってたんじゃないかなって思ってる。まあ女の子が水木を素手で締め上げて56セルくらいになってたから、やっぱり妖怪になってたのかな。さよさんの描写本当に丁寧だよね。見送った後ちょっと表情変えるところとか。都会に憧れる田舎の霊場、ありがちなやつだな。さよちゃんはそういう系統のヒロイン氏に名を残すだろう。水木からは別にさよさんに惚れてたわけじゃないからこそ、すごい悔いの残る女になってしまったな。水木とさよちゃんの演技が秒でバレてて面白かった。ダメだこいつら。さよちゃんって社長の娘ですか。相続上はクズのヒスババア演技めっちゃ良かった。あの辺のいい声のババアの喧嘩もっと聞きたかった。三女いいよね。三女も心が壊れてたところあるが、まともな声だったのにな。ギギーの娘の名前が声落ち兵から来てるなら、何人か死んでるなこれ。あのギギーの娘だよ。ろくな扱いされると思うか。美女も昔は村の演習になんとか抗おうとしてたんかな。地上は逃げ切れなくて婚約者亡者にされて壊れたのかな、と思うと悲しくなる。多分駆け落ちするときはさよさんみたいな美人だったんだろうな、地上。駆け落ち相手が金もらって地上捨てたとかなんだろうなって。っていうか過去の写真だと普通に快活そうな美女だった。そうだった、普通に写真あったわ、印象違う。って言われてたわ、少しふくよかな姿に惑わされて忘れてしまっておったわ。社長と結婚して石田と浮気しながら父親のためで子供産んでる長女は何なの。長女の心が強すぎる。石田と長女ってできてる。あれでできてなかったら逆に怖いわ。明言されないけどどう見てもそう。長女と三女の確実もこの辺絡んでんのかな。最後、助けなさいおさだ。に対して、奥様。奥様、おつよね様って名前で呼んでたし、常年の乗り方が絶対できてる。それだった。少なくとも石田は小さい頃からお住まいのこと好きだった感あるよね。石田明がお手本のような石田明でダメだった。糸目キャラのお手本でもあった。糸目、うさんくさい石田だ。ジジイで済むから石田ナイスフォローという。石田はジジイ復活知ってそうだが、石田が石田だった。呪術廻戦にいたなのこの石田。期待したことない大全部やってくれてダメだった。くぐ石田みたいな石田がスイートレズ。ただの胸骨じゃねえぞ、ただの胸骨じゃねえぞって笑いかけたけど、本当に土球の胸骨でダメだった。ただの田舎じゃねえぞ。でもさよちゃんの胸骨に瞬殺されたしな。胸骨パワーは一番すごそう。地下工場の胸骨もそういいよね。石田よく反撃できたな。鬼道周に配慮してハグでも裏切りになってたのはちょっとやばった。やってることは結界石の裏解の相当量みたいなもんだけどな。そう考えたらやっぱりあいつら死んでいいダークだわ。胸骨トレーナーが3人もいる。胸骨の基本まさか丸のみっぽいのなんなの。スーパー胸骨のバオーザケルガみたいな動きめっちゃかっこよかったわ。
く乳首にしようとした他所者が幽霊族でラッキー。怪しいんでしょ、しますねでシームレスに首かろうとする奴ら。だって人さらって妖怪化して売却してんだぜ。どこから足つくかわからんだろ。あの村で育ったのになんであんないい子なんだ、トキちゃん。まあトキちゃんが良い子に育ったのは少なからず三女のおかげだと思う。三女さんがいつ面倒見てくれたんだろうな。三女が死んだところ犯人明らかすぎた。だんだんそろそろ犯人お分かりですね。ってなってくもミステリとしてもうまい。俺は察しが悪いなん。水木が真相を打ち明けるまでさよちゃんのことを全く疑ってなかった。死亡フラグみたいな会話してるな。でも子供だし助かるでしょ。って思ってたみんな死んだ。最後にさよさんとトキちゃんだけは助かる流れかな。さよさんが灰になった、トキちゃんがジジイになった。今見てきたけど56し過ぎたさよちゃんはまた仕方ないとして、トキちゃんだけはどうにかならんかったんですか。あまりにもむごい。トキちゃんの病弱設定の補完が鬼畜すぎるんよ。ジイが乗っ取ろうとしてたからかと思ってたけど、よく考えたらジジイ死ぬ前から病弱だったか。長男も病弱だったから長男の親もジジイの身内手続き。トキ君とサヨちゃんを連れて東京へ行け。水木の稼ぎでなんとかしろう。トキちゃんは多分生きてる限りジジイの運用が狙う。あの一族に関わった時点で田沼が深すぎるんだ。あのクソ一族に生まれただけなのに。会社の繁栄のために身を粉にして働いてくれたイリムコだけど殺すね。振り返ると社長のあの村での役割が謎というか、イリムコいります？マロと次男に会社の経営できると思うか。マロもジジイの寄り代になるためだけに生きてきたんだろうな。マロはなんであんなマロに。ハイクオリティで描かれるマロの下遣い。結局決定権が長女の方にあるから意味あんのかな。って当たり前だが、一族連中に外で会社運営するだけの能力がねえ。海外は必要。あれは遺言の結果なんで、それ以前はジジイの元ではあるが会社仕切ってたんじゃないかな。外の会社を回すのに必要なんなの。なのでイリムコには口約束で投資にしてあげると言っておく。まあ時代背景考えたら、女が表だって経営するのはという事情はあると思う。そもそも生き返って実権握る気満々だったから全部茶番なんだよな。結局ジジイからすると、息子なんてどうでもよくて、自分の若い寄り代を埋める娘がいればよかったんだろうなって。自分が成り代わった孫がでかくなるまで立場維持するための存在に過ぎんからな。全部ジジイの種の割には家族あんまり似てねえな。母親はバラバラなのかも。この集合写真おぞましすぎるだろ。俺はそろそろ見てるぜ。人間はしばらくこりごりな。思ったより長生きなんだなネズミ。あいつ300歳超えだぞ。親父とも割と長めの付き合いっぽいのは意外だった。キタロウの知り合いというか親父の知り合いだったんだなネズミ男。そういえば墓場とかでキタロウの幼少期の話はやってるけど、ネズミ男や猫娘とつるみ出すあたりの話はあるんだろうか。ネズミが終始ドン引きしてるだけのまとも枠になってるのが恐ろしい村だ。ネズミ男がいないことによる罪ポイント185箇所。珍しくネズミ男が役に立つだけで終わった。というか癒されるレベルの出番だった。ネズミ男がドン引きして猿もマジでやべえわ。ノクチネズミも結構ドン引きするレベルのことやらかすけど、それの比じゃないって相当だよ。ネズミ男は本人じゃないの。人間はみたいなこと言ってたし、ネズミの方が割と年上なんだな。ネズミの活躍も必要最低限だったし、徹底して主人公2人に焦点を当てた展開作りは良かったよ。キタロウ世代だとだいぶ平和になってはいたんだな。いろいろあったけど一応昔よりは平和でいいのか。アニメやってた時間帯もあるが、ゲゲゲアニメ内での事件考えたら平和になったもんだよ。横溝静止的な世界観が良かった。人間の業の深さに打ちのめされて、帰宅して特典の中身を確認して救われたわ。横溝っぽいのか、超好みだらな。入場者特典開けて出てきたイラスト見た時が一番この映画見て良かったと思った。来場者特典でこんなに心揺さぶられたことなかったわ。マジで過去勢い特典だった。入場特典見終わるまで開けるの我慢して良かった。本当に特典が鬼太郎を抱く綺麗な親父で、これは幻想。もう一種類あるぞ。こういうのやめてくれませんかね。せめて時期変えて二度行けば両方もらえるとかでさ。もう片方のだった。帰ってから開けて少し泣いた。予告で流れたセリフがことごとく最終版のセリフだった。逃げるなよってセリフが墓場見てるとあってなる。今回は逃げなかったな、偉いよ。水木は結局障害見込んで終わったけど、親父のいる愛する存在とはしっかり出会えたしな。キタロウが肩車してて、水木は一緒にああやって暮らしてたのかと思うと感慨深い。ロッキキタロウはそりゃあの性格になるわ。最後の最後にキタロウが抱きしめられるところで、なぜか軽く涙ぐんでしまったよ。俺、キタロウのこと結構好きだったのかもしれん。作家の人が告知イラストにやたら桜散らしてた意味が終盤分かってよかった。評判いいな、見てくるか。